どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、6月に入りましたので、6月のね ANA クレジットカード入会キャンペーンやっていきたいと思います。まずね、 ANA のねクレジットカードに入会する場合ですね、毎回言わせていただいているんですけども、 ANA のクレジットカード入会する場合は、ANA が独自でやっている ANA のねマイ友プログラムというものがあります。まあ、こちらを利用することによってね、一般カードであれば500マイル、ゴールドカードであれば、2000マイル、プラチナカードであれば5500マイルだったかな、もらうことができますので、こちらね ANA の公式サイトで、申請するっていう形になりまして、紹介者の名前と、紹介番号をね、入力すると、こちらねもらえる特典っていう風になっておりますんで、もしね ANA カードを発行される際はですね、周りの方に ANA カードね持ってる方いらっしゃらないか一回聞いていただいて、もしいらっしゃらない方はね、毎回言わせていただいても、私からなんつっていうのも、毎回言わせていただいておりますけども、まあ、こちらね、間違いなくね取りこぼさないように、してくださいね。まずね、一番最初は ANA の、JCB の空地下カードからいきたいと思います。先月の、キャンペーンに比べるとね、一つキャンペーンが終了しましたので、だいたい1万マイルぐらいがね、下がってしまいましたね。まず、ソラチカワードの場合は、ANA のキャンペーンと JCB のキャンペーン、あとポイントサイトのこの30ドリがね、できますんで、取りこぼさないようにしてください。で、ソラチカワードの場合、年会費は初年度無料、2年目以降は2000円っていうクレジットカードとなっております。まずね、ANA 側のキャンペーンからね、解説させていただきますけども、まずね、エントリーが必要です。こちらは概要欄に URL 添付しておきますので、間違いなくエントリーを、するようにしてください。まずキャンペーン1つ目、8月31日までに ANA の登場で、1000マイルがもらえます。次キャンペーン2つ目ですね、8月31日までにクレジットカード利用で、マイレージがもらえます。20万円で3000マイル、50万円で1万マイル、100万円で2万7000マイルがもらえるキャンペーンとなっております。次にキャンペーン3つ目ですね、8月31日までに ANA ファミリーマイル登録でさらに500マイルがもらえます。これがね ANA 側のキャンペーンというふうになっておりまして、次に JCB 側のキャンペーンですね、こちらもエントリーが必要というふうになっておりますので、概要欄に入れておきます。まずね JCB マイチェックで登録400ポイント、まあ、こちらね公式サイトで移行すると1200マイルにしかねならないんですけども、こちらの置き時ボーナスポイントっていうポイントでね付与されるため、こちらをね一度ソラチカカードのポイントである東急メトロポイントに移行するとですね、1200マイルのところが1800マイルにねポイントアップしますんで、こちらのルートでね交換するようにしてください。次にクレジットカード利用でポイントがもらえるキャンペーンも行われています。10万円決済で1500マイル500ポイント、50万円決済で6000マイル2000ポイント、100万円利用で1万7400マイル5800ポイントということで、こちらもね、全て置き時ボーナスポイントでね、付与されますので、先ほど言ったルートでね同じルートで組むと100万円決済のね場合だと5800ポイントをこちら先ほどのルートでね交換すると、1万7400マイルのところが2万6100マイルっていう風になりますんで、かなりねマイル数上がりますよね。ですので間違いなくこのルートでね交換するようにいたしましょう。以上のことをねまとめさせていただくと、 ANA の登場で1000マイル、 ANA ファミリーマイル登録で500マイル、クレジットカード利用で2万7000マイル、 JCB マイチェックで1800マイル、キャンペーンのクレジットカード利用で2万6100マイル、クレジットカード100万円分の決済分ですね、こちらを入れると1万マイル、こちらは10マイルコースで計算しております。で、マイ友プログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイルっていう風になってますんで、まあ、かなりねキャンペーンがねたくさんあって、こちらを合計すると6万8400マイルっていう風になります。次に、ポイントサイトの
案件ですね。こちらの、ソラチカカードはですね、現在ポイントサイトポイントインカムで、7300円の案件が出ております。7300円分のポイントをポイントサイトから ANA マイルの、ね、最高交換ルートである、東急ルートで交換すると5475マイルになりますので、こちらを入れるとですね、トラチカカードの全部のキャンペーンを入れると、合計で 73875マイルっていう風になりますので、かなりね大量のマイルがね、もらえるキャンペーンが行われております。次にですね、アメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードですね、こちらは、ね、ANA の、ね、クレジットカードではないんですけども、こちらもね大量マイルがねもらえるキャンペーンになっておりますんで、一緒に紹介させていただいております。で、アメックスのね、クレジットカードは、基本的に、紹介既存会員の方からの紹介で、入会した方がね、ポイントが多くもらえますので、こちらは、紹介のポイントでね、計算させていただいております。で、アメックスビジネスカードアメックスビジネスゴールドカードはですね、こちら、紹介で入会すると、現在ね初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、こちらねどちらも、初年度ね年会費無料で維持することができます。ですが、こちらねもらえるポイントを ANA マイルに交換する場合、高レートで交換する場合、メンバーシップリワードっていうのがね、手数料で年間3000円、プラス ANA のね、マイルに交換するのに、5000円がかかりますんで、こちら ANA マイルに交換する場合は、合計で8000円がね、かかる、クレジットカードというふうになっております。次にね、クレジットカードの利用で、ポイントがもらえます。アメックスビジネスカードの場合、3ヶ月以内に、20万円で7000ポイント、50万円で1万ポイント、50万円分の決済分を入れて、合計22000ポイント、まあ、こちらはそのままね ANA マイルになりますんで22000マイルっていう風になります。次にアメックス、ビジネスカードゴールドの方ですね。こちら3ヶ月以内に20万円で6000ポイント、50万円で1万2000ポイント、200万円決済で3万ポイント、200万円分の決済を入れると、プラス2万ポイントがもらえるということになっておりますので、合計で6万8000ポイントっていう風になっております。まあこれがこのままね、ANA マイルになりますので、6万8000マイルっていう風になります。でこちらのクレジットカード利用期間なんですけども、一応ね3ヶ月っていうね制限がありますんで、まあ、特にアメックスビジネスゴールドの方はね3ヶ月で200万円の決済って、まあ、かなりね厳しい決済修行になると思いますけども、もし利用できそうな方はね積極的に狙っていただきたいなと思います。アメックスのこのビジネスカード、アメックスのビジネスゴールドカードはですね、年間の ANA マイルのね交換上限というものがありまして、年間4万ポイントまでしか交換することができません。ですので、もしねこちらのアメックスビジネスカードゴールドをね発行検討されている方は、今ね入会する場合は年内に4万ポイント交換していただいて、年が明けたら残りのポイントを交換するっていう形を取ってください。まあ2年目以降もねこのカードを、ずっと維持していく方はいいんですけども、このキャンペーンを狙ってね入会する場合は年内にね一度ポイントをね、交換しないと、4万ポイント以上ね、保有することになってしまいますんで、まあ、そうするとね年会費がかかってきてしまいますんで、その点はね、注意してください。次にね ANA ダイナースクレジットカードですね、こちら年会費が初年度から2万7000円かかるクレジットカードという風になってまして、 ANA ダイナース、まあ、ダイナースのクレジットカードは一応ゴールドカードのくくりという風になっておりまして、かなり審査厳しめっていう風になっております。で、キャンペーンはね今現在やっているんですけども、こちらのキャンペーンはですね、6月30日までのキャンペーンという風になっておりますんで、まあ、延長あるかもしれないですけども、一応、基本は今月いっぱいで終了という風になりますんで、この点はね注意してください。マイトモプログラムでまず2000マイルがもらえます。次にクレジットカードでね、利用でマイルがもらえるキャンペーンがやっております。こちらはね6月30日までの、申し込み分までっていう風になっております。期間中に100枚の決済で5万3000ポイント、
100万円分の決済分の通常ポイントで1万ポイント、ビジネスカード、家族カード入会で2000ポイントっていう風になっております。ですがビジネスアカウントと家族カードっていうのは有料サービスっていう風になっておりますんで、6000円かかりますんでね、この点は発行するかどうかをね、検討してください。でこちらの ANA ダイナーズのクレジットカードは、ポイントサイトにね案件がありませんので、公式サイトから、申し込むという風になります。次にねこちら ANA ダイナースクレジットカードということで ANA のねキャンペーンにも乗ることができます。でこちらもねエントリーが必須という風になっておりまして、まず一つ目のキャンペーンですね、8月31日までに ANA 搭乗で、5000マイル、クレジットカード利用で、マイルがもらえるキャンペーンもやっておりまして、20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上100万円未満で1万マイル、100万円以上で2万7000マイルっていう風になっております。プラス ANA カードファミリーマイル登録でさらに1000マイルがもらえます。こちらね、合計してね、まとめていくと、マイトモプログラムで2000マイル、ダイナース側のキャンペーンで6万5000マイル、ANA 側のキャンペーンで3万5000マイルっていう風になりますんで、こちら最大の、獲得マイル数は、10万と2000マイルっていうね、結構強烈なマイルがね、もらえるキャンペーンという風になっております。次にですね ANA アメックスの、クレジットカードですね、こちらもね先ほど言った通りこちらはアメックスのクレジットカードという風になってますんで、既存会員の、からの、紹介のポイントで、ね解説させていただきます。まずね ANA アメックスの方ですね、年会費が7700円、一般カードの方はですね、移行手数料が年間6600円かかるようになっております。こちらもねクレジットカード利用で、マイルがもらえるキャンペーンがやっております。3ヶ月以内に10万円決済で2000マイル、30万円決済で4000マイル、70万円決済で2万4000マイル、70万円分の決済分を入れてね7000マイル、プラスされて合計で、マイトモプロが入って、合計で、3万8500マイルっていう風になります。次にね ANA アメックスゴールドですね、こちら年会費が3万1000円かかるクレジットカードという風になってまして、こちらのゴールドカードの方に関しては移行手数料はかからないです。こちらもねクレジットカード利用でマイルがもらえるキャンペーンがやっております。3ヶ月以内に10万円で4000マイル、30万円決済で1万2000マイル、80万円決済で4万マイル、80万円決済分を入れると8000マイルっていうことで、こちら合計するとね6万8000マイルっていうねキャンペーンっていう風になっております。で先ほどね ANA ダイナースでね紹介させていただいた ANA 側のキャンペーンっていうのもこちらの ANA アメックスもね対象という風になりますんで、そちらのキャンペーンをね入れるとですね ANA アメックスの方は最大6万7000マイル、ANA アメックスゴールドの方は最大10万3000マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になってますんで、 ANA ダイナースとね同じぐらいのねマイル数がね特にアメックスゴールドの方はねもらえるキャンペーンがやっております。いかがだったでしょうか。今回は2020年6月版の ANA クレジットカード入会キャンペーンをねまとめて解説させていただきましたけども、緊急事態宣言もね解除になり、6月中旬からねとうとう県をまたいだね移動もできるようになってきますので、飛行機ね乗られる方、まあ、かなり多いと思いますんで、もしね ANA カードをね発行される際はね、ぜひ、キャンペーン乗ってね ANA カード、発行するようにしていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですねこういった ANA マイル、JAL マイル、マリオットホテル、クレジットカードお得情報を発信させていただいておりますんで、もしよかったらですねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。